次は PV のコーナーということで、はい、はい、PV をですね一緒に見てですね、なんかああだこうだいろいろちょっと言いたいじゃない、聞きたいとか思うんですけど、はい、今日は今回は何を持ってきてくださいましたか。はい、昨年末にリリースした、メガマソの今のところ一番最新シングルですね、ウィンターホローという、はい、作品の PV です。はい、はい、じゃあ早速見てみましょう。はい、じゃあこれは、はい、僕が、はい、何回見ただろう僕ありがとう、そう、あもう何も言えなくなりますね。水谷さんがおでこ出してるじゃないですか、うん、これ超いいと思います。あ本当でも、インタビューも言ってたんだよ、ジュン君に相談してさって。あ、はい、本当に参考にしてるんですか、それ。なんか、今回おでこ出そうと思うとか言って、うん、OK とか上げたりとか分けたりとかって絶対いいと思います、うん、そうそう。でもね、僕も今回インザギのおでこ上げたの見て、はい、めっちゃインザギっておでこの形綺麗だなと思ってだから、はい、うん、インザギさんって、うん、あのなんかキャラがイケメンなんイケメンキャラじゃないですけど、うん、キャラはね超イケメンじゃないですかあのね、はい、なんでしょうね、伝わらないくしてしまう自分のキャラクターは、ね、そう伝わらなくしてますよ絶対そうそう、うん、あでももうこれも懐かしいな、撮った時結構かなり前なんです。もう、あいやでもね、去年の10月ぐらいだったかな、1月、でも結構寒くなり始めてて、はい、あの森のシーンが、はい、多分ちょっと見てて、演奏のシーンとかも全然普通、なんていうのかな、あんまり出てないのかな、はい、うん、この、そう、普通のキャラクターのシーンじゃないか、イメージシーンとこういう森のシーンがあって、はい、この森のシーン行った時もちょうど周りになんか幼稚園児たちが遠足で来ててあれ PVR PVR あるそうめっちゃ駆け巡ってて子供たちが、いや映んないように撮ってもらったっていうそう、あとジョギングしてるおじいさんとかその PVR あるあるですね、なんかそうそう一般の方が振り向いちゃう意外とあるみたいな、ロケーションとかね、撮影の雰囲気優先だから、別に周りが人がいてもね関係なく、そういやー涼さんは本当もうなんか言わずもがなのだと思ってるだろうな、そうね、磨きがかかってますよね、この PV は特に余計にかっこいい、全然この頃髪型が違いますよね、そう、ちょっとまた今より長いというかエクステとかもしてきたんで、うん、たださ、ゴールデンボンバーもよく外ロケで PV 撮ってるじゃない、はい、結構さ、衣装とか汚れたりしない、あ全然汚れる、あ、そっか、こういう土とかのところじゃないのかな、なんか僕らの場合こう長いスカートとかで、はい、あ、草にそう、草ってところ、僕らの汚れるって、うん、ローションまみれになるとそういう汚れるだからネタ的なねそうだよね、そっか確かにだからもうボロボロにするとかそうですね、全然ありますよ、むしろね、ありますあります、そうハードなの多いもんね、あ全然いい意味じゃなくて企画の映像とかでもいろいろやってますよ、福田メインスがありますよね、そうだよね、天気かぶるみたいなのがあったりするから、そういう時ってさ、もうその衣装はもうそれで終わりなんだ、同じのまた使うこともない、基本は洗ってなんとかしますけど、なんとかするんだ、そうですそうそうそう、ライブとかの方が多いかなということは、あ、そうだよね、そうだよね、豊かが毎回何かしらダメにしてますね、洋服とかなっちゃうよね、うん、まあ、まあ、そう、人間にさって表現力本当に高いですね、歌うまい人ってみんなそうなんだ、どうなんだろうね、演技力とかかかるじゃないですか、あ、本当、いや、やっぱりそれは言ったら喜んじゃうよ、うん、全然僕らはそういうところ褒めてあげないんで、いつもインザーゲン、そうそう、インザーゲン、ヨネさんちょっとセジナ系の顔することが最近多いですね、そう、なんかこれ三部作なんだけど、はい、この途中で出てきてくれているあの男性とか女性もあのみんなあれなんですよ、あの同じ人が出てきて三部作、そうで、ちょっとその話のテーマを切なくしたから、ありがとうございます。
本当にカラーが違うんですね。確かに。ゴールデンボンバーと。いや確かにね。特にこの PV はバラードってのもあって余計にそうかもしれないです。はい、うん。ぜひ見てほしいですね。なんか本当ねこんな言い方なんあれなんだけど本当に買ってみてほしい僕は。ありがとう。そう。なんだろうな。いいものに対してお金を払うっていう行為がこんなに素晴らしいものなのかみたいなことを考えさせられるんですよ毎回陽平さんのやつは。はい、なので、ぜひみんなにはよりもう今見てる人もさらに見てほしいし見たことない人はこれを機会に、ね、ぜひ見てほしいんで、メガマスさんでウィンターフォローでございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。初出しのコーナーなんですよ、はいはい、初出しのコーナーというのはですね、うん、ゲスト様にですね毎回いろいろな他では世に出していないものをこう持ってきてもらうという感じなんですけれども、はい、どんなものを持ってきてくださったのかちょっとドキドキしてるんですけれども、はい、実はですね、はい、これちょうどこの放映日というんですかが、はい、バレンタインの直後ということで、はい、僕まだジュン君と出会ってから、はい、一度もバレンタインのプレゼントというものをしたことがなくてですねちょっとこれを初出しというか僕からジュン君への初のプレゼントということでクッキー作ってきました、はい、うわー、はい、なんか怪しいなと思ってたけど、うん、すごいじゃないですか。これこれちょっと下手なんですけど、そう絵がこれってかわいい。これで超手作りじゃないですか。申し訳ない、むしろ手作り感溢れすぎてて、いやすごいよ、これ純子って書いてある。純子の部屋だからって、はい、一応この純子ちゃんとペコちゃんでこれ女の子の、はい、これとか超すごいんですけどすごいんですけどとか言っちゃった。いやもうぜひ、食べてほしいなと思って、うん、いやマジで食べます。お、うん、お皿もしても、あ、ってかこれってことはあれですか、はい、これ何やってんだろうと思ったんですけど、僕がちょうどそのクッキーにデコレーションしている時の写真なんですけど、はい、今日車にちょっと作ろうと思って。ガチ手作りじゃないですか、はい、いや嬉しいです。それはそうと、なんかこれ何ですか。これは単にヘアメイクの待ってる時なんでそれがあっちゃったっていう。あ、そうそう、申し訳ない。これどこですか、うん、これ僕の会社の事務所で。あ、事務所か。じゃあ大丈夫です。なんか部屋なのかなと思って、うん、あ、いや燃えてたんですけど逆にね。すげえ、絶対、うん、いや後で本当食べます、マジで食べます。ありがとう。いや、うん、これ大丈夫かな、初出し大丈夫ですか。いや超やばいよ。だってさ、見てよえ、見える、なんか斜めになるとねこれ移動しちゃうんだけど。あ、ちょっと見て絶対見てほしい。やばいよ。そうなんです。こんなさ好きなバンドマンにこんなことやってもらえるファンいる？マジで幸せだよ俺。いや、やってよかった。よかった。いや、喜んでくれてよかった。ゆっくり入って、ほんとよかった。いや、うん、ちょっと表面に出さないようにしてますけど、はい、今、ほんとに感動で。本当ありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。よかった。いや、でもまあ、じゃあ、はい、はい。ホワイトデーは、はい、お返しします。期待してるじゃん。うわー、うん、ありがとうございます。ちなみになんでこれにしようと思ったんですか？一つは、はい、バレンタインが近いっていうのもあったんだけど、もう一個は、はい、まあ、ぶっちゃけバンドの初出しの情報が何もなかったというちょうどこの放送されてる時には、はい、リリースのタイミングとかが、そうなんですよ、いろいろ。でもそれ、うん、逆にすごくないですか。なんか、うん、いや、今までいろんなものを持ってきてくださった人いるんですけれども、はい、こんな手作り感でいいですかね。PV とか見せてもらって、うん、うおーって燃えましたけど、これもう最大級ですからね。本当、いやよかったです。よかったです。やばい。これ超かわいいんだけど。ちょっと、なんか、ちょっと待って。落ち着いて。いや、落ち着いてらんないでしょ。ありがとうございます。初出しの、はい、うん、ビスケット、ね、クッキーを。はい、後でゆっくり食べてください。はい、食べます。うん、コーヒー入れるんで一緒に。あ、一緒に。ありがとう。うわ、うん、はい。初出しの。ちょっと初出しのコーナーです。ですよね。でした。すいません、完全に舞い上がっちゃって、はい、告知をしてもらうつもりだったのに完全に振るの忘れてました。そうだよね。いや、舞い上がっちゃって、あれと思いながら告知のやつがあそこにあるのに本当恥ずかしい。うわー、恥ずかしい。やらかした。あ、いや、はい、なので、すいません、はい、告知の方ちょっとありました。お願いします。はい、メガマソですね。あ、僕がやってます、バンドメガマソ
4月10日にニューアルバム、はい、動かなくなるまで好きでいて、はいはい、という作品が出ます、はい、すごい、まあ、タイトルもねちょっとギョッとするタイトルだと思うんですけれども、はい、すごいコンセプチュアルな作品に仕上がってますので、楽しみにしていただきたいなと思ってます、そしてですね、そのアルバムを引っ提げて、4月20日から、福岡を皮切りに、ツアーファイナル、5月18日恵比寿リキッドルームまで、全国回りますので、お近くにメガマサが立ち寄った際にはぜひ遊びに来てください。以上、初出し&告知のコーナーでした。はい、ですね、はい、少しずつ終わりの時間が来ているんですけれども、はい、視聴者の方へのですね、プレゼント用にですね、はい、毎回お願いしてるんですけど、チェキをですね、撮らせていただきたくてですね、ぜひぜひ、ツーショットで、あと、うん、まあ、良平さんと僕の2枚ずつで計6枚なんですけど、はい、ちょっと今回ちょっとずつ多めで多めに撮っていいよいいよ、行こうよ、本当に1枚ずつもらっていいですか、ね、こういうこと言わなくていいんだよこういうこと言わなくていいんだよ、うん、後でもらえればいいんだけど、はいはい、チェキを取りたいと思うので、できればサインとか見たいですね、はい、じゃあバッはい、じゃあですね、チェキの準備の方よろしくお願いします。いろんな良平さんの表情を見たいというかなんだ気持ち悪いの俺終わりたくないですもうちょっと行ったみたい。いやもうなんかなんだろう、俺の人生のピークみたいな瞬間だったんですけれどもですね、はい、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあ悲しい、なんか多分ね、この放送を多分見返してみて、うんうん、多分そうじゃねえだろうそんなこと言いたいんじゃないんだろう本当は、ともっと単純にこう好きだということを伝えたいんじゃないか、うん、お前はと多分すごい後悔してる気がするんですけど、いやいやいや、でも僕はとても楽しかったです。いや俺もめっちゃ楽しかった。こんな感じので、うん、僕本当に今のビジュアルシーンのためにいろいろとやりたいと思ってるので、そういうことあったらまず良平さんの名前挙げてくんで、ありがとうございます。応援していただきたいです、本当に。もういつでも来るんで、またぜひ、うん、本当に絶対に来てください。個人的にも遊んでください、うん、本当に、ね、なんか LINE 始めようかな俺なんかさっきちらっと言ってらっしゃったけど、ね、んみんなやってるみたいです ね、 そ, の子ね、そうそうそう、いかん、うん、こんなこと話してる場合じゃないんだ、うん、よし、そんなわけでね、今回たくさんいろんな話聞かせてもらったんですけれども、良平さん本当に本当に本当に好きなんで、ぜひこれ見てるみんなにも好きになっていただきたいと思います。もうマジで可愛いでしょこの人、やばいでしょ。なので、僕のねライバルができてしまうようで、ちょっとそれだけは嫌なんですけど、どうかみんな、これからも2人を応援してくださいなんだこれテンションおかしいなはい、以上、はい、なわけでね、純子の部屋第7回は、ゲストメガマスの良平さんをお迎えしての放送になりもバッターありがとうございましたありがとうございましたすいません、なんか本当に楽しかったです俺も楽しかったです、ありがとうございました。